街角の赤い丸型ポストを撮影しているのは写真歴35年米子市写真家協会で副会長を務める小笹さん73歳年々減りつつある丸型ポストの風景を後世に残したいとこのほど写真集「ポストのある風景」を出版しました。今の無機質で 愛着はね、こちらの方がよっぽど愛着、愛しいいうか本当にね、この帽子をかぶった <laughs> 可愛らしさ街のどこかでもね、ああ、いたいたなんて言うんですよ写真集には北海道から沖縄まで21都道府県108カ所の写真を掲載サイン両県の丸型ポストも多く登場します 実は大笹さん元郵便局員でポストを管理する仕事も担当していただけに思い入れは一一倍強いのですしかしなぜ丸型ポストは減っているのでしょうか一つの理由はここに書いてありますね大型郵便物が入らないんですよ 今、A4 型の、ね、大きい郵便物が多くなっていますから、はい、この丸いポストでは手紙とはがきしか入らないまた、角型ポストと違い丸型ポストは郵便物を取り出す際に時間がかかるなどの理由もあるそうです。一時は全国各地でで5万5千本余り設置されていたそうですが 今では十分の一の五千六百本ほど。今年は日本にポストができて百二十年とのことで、小笹さんは丸型ポストのある風景をいつまでも大切にしてほしいと話します。ぜひ百二十年も続いたポストの、ね、あのぜひ残していただきたい。市民の皆さんにね迷惑をかけてはいけないけど。 少しぐらい我慢してもらってね愛していただきたいなという気持ちでいっぱいです